皆さんおはようございます。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います。草コイン新聞購読視聴規約、ここでね一旦この動画を止めていただきまして、ここに書いてある第一条から第7条をこと細かく大きな画面でお読みください。どこか一箇所でもね承諾できない方はこの動画の続きを見ることはできません。すべて一語一句承諾したできた人のみこの動画の続きを見ることができます。 LINE に登録してくださいね。そしてメッセージください。 LINE グループに登録してみんなします。皆さん待ってますよ。令和元年5月、今日は16日木曜日ですね。暗号資産草コイン中野研究会、皆さんおめでとうございます。おめでとうございます。本日ビットコイン90万円ほぼほぼ到達しました。おめでとう。イーサリアム27,000円、リップルなんと50円突破。リップル50円突破、もう少しで70円、そして80円、そしてあと少しで400円です。そしてなんと皆さん、カルダのエーダがあっという間にまた10円を突破してました。いつの間にか10円突破してました。まだまだ10円なんてまだ甘い、10円なんてまだ甘い。カルダのエーダはその実力は690円あると言われています。そしてノアコイン、なんとノアコインが丸々円だということで見てみましょう。今日は大そかに大日本長野帝国、大日本長野帝国勝利宣言を早々とさせていただきましょう。まずは財布のですね、財布のビットコイン1時間足ギタ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 89万7900円、ほぼほぼ90万円、90万円、もう行きます。これ見てない間に行きます。後でね、見てみましょう。そして、ネム、いや、おいおいおい、どうなってんですか。8円66銭、おい、ネムからおネムから冷めた、1時間足、冷やしで見るとどうなんだ、来たね、N 字型、中野雄二のな、ロケット、爆発寸前、そしてモナちゃんのモナコインもいい感じ、モナコちゃんもいい感じ、そしてビットコキャ来た来た、年初来高値更新、なんとその価格は43,500円、ビットコインキャッシュ、ハードフォークしたの忘れたのか、お前、半分の価格にならないのか、完璧、そしてサリアムE、その名はサリアムイー、その名はメイソンリーから来てる、誰かフリーメイソンって言ったりしてるけど、そんなものはない。メイソンリー、サリアムイーは27,270円だ。いつの間にこんな爆裂したんだ。そして私中野雄二の資産ももうすでに3倍になってる。転がしして、転がし投資を、いわゆる垂直複利投資をやって、もうすでに私の資産はもう3倍に近づいてきてる。どうする。さあ、これは、ビットバンクの、待ってください。まずはビットバンクの、これはなんだ、ちょっと小さいぞ画面が、大きくしろ。そうだ、89万7000円、これはビットコインだ、当たり前だ、89万7000円。はい、見てる間に90万、行かせてみせよ、ホトトギウス。そしてプルリどうだ、終わった、プルリ一気に来た、一気に先頭狙ってくる、どこまで行くんだ。おい、50円、簡単に突破したぞ、50円34銭、だから言ったでしょ、私が。ここら辺で買っとけと。ここでも35円、むちゃくちゃ高い、
もっと私は32円の時買えと、あんだけ言ったの、何言ってんですか、もう倍だ、ほぼほぼ倍になった、プルリはこのまま一気に行くよ、400円まで行くよ。はい、去年一昨年リップル売り切れなくて大損こいて大泣きした人いっぱいいたね。はい、あの私もたくさんいましたが、今度はちゃんと売ってよ、400円で売ってよ、400円で売るんだよ、本当は1000円いくけどね、1000円いくけどね、400円で一旦売りな、一旦売りな、またストーンと落ちたらどうすんの、大泣きするよ、半べそ書いても知らないよ、欲張ったらいけないよ。はい、リップル、これどうなってんだ、これはないだろ、これはリップル、このリップルはないだろう。はい、ということでコインマーケットキャップを見てみよう、コインマーケットキャップを見てみよう。時価総額はなんと27兆9000億円、28兆円になった。はい、これは90兆、100兆。はい、ビットコイン ETF 承認で200兆まで一気に行く。89、ビットコイン世界、ワールド価格は89万7000円で90万円だ。2.73%、24時間でアップ。サリアム E は 13.7% アップだぞ。そしてリップルも 12.06% のアップ。はい、ビットコインが伸び悩み、ビットコインを高すぎると、ビットコインを売って、アメリカ人が、お、ビットコイン以外にも仮想通貨ってあるんだと。あと何があるんだと。サリアム、プルリ、ビットコインキャッシュ、お、いっぱいあるじゃねえか。こっち買おうじゃねえかということになっている。そして今、買われてるのがサリアム、E と、プルリ、そしてライトコイン来た。ライトコイン 11.68% アップの、11,162 円。1万円台回復。そして来たのがバイナンスコイン。バイナンスは、ビットコインの漏洩事件を起こしたのに、対処方法が良かったので、初期対応が良かったので、信用がさらにアップした、漏洩してもアップしたのがバイナンス、漏洩したら潰れたのがクリプトピア、この違いは何なんだ、この違いは何なんだ。そしてさらに 20% アップ、この24時間で 20.45% アップしたのはステラだった。これは中国版のリップルと呼ばれている、中国版のリップルと呼ばれているステラ、やっぱり来たでしょう。あんだけ僕が買っとけって言ったのに。そして皆さん、我らが体のエーダ、なんと10円37銭、このまま突き進んで40円50円、そしてなんと私のところには400円まで行くと情報が来ている。体のエーダ、本当かそれは。そしてトロン、モネロ、何でもかんでもアップしてる。ビットコインサトシビジョンか、まだお前いたのか、ここに 21% アップ、何でもかんでも全部アップだぞ。そしてネムがおネムから冷めた、 20.66%、 すごい、素晴らしすぎる。さあ、ここでもう一度ですね、気象ラッパーをまずかけてから、気象ラッパーをかけて、それから気象ラッパーをかけて、それから国家斉唱だ。そしてこれは勝利宣言だ、これは、さあ皆さん、気象ラッパー、はい、ちゃんと目覚めて、次儲かった金で何に投資するのか、 37% アップもあるぞ。ここの上位100位の安全安心のですね、上位100位の仮想通貨に投資しても、たった1日でデンタコイン 36% アップ。どうなってんだこれは。安心してください。はい、そして国家斉唱しよう。皆さん、国家斉唱して自分の心を落ち着かせてください。いいですね、プルリ、よくやったお前。よし、敬礼。はい、そして、はい、言った通り、ビットコイン話してる間に、約束通り90万円突破しました。ビットコイン話してるうちに90万1656円。今日は五等日じゃない、五等日の次の日だ。ビットコインひょっとしたら今日中に
報告がされるかもしれない。はい、ビットコイン ETF の承認、今日中に報告されるかもしれない、明日かもしれない。とにかく情報が漏れすぎてる、情報が漏れすぎてる。上がりに上がって今日中に100万円いく可能性がある。100万円突破したら世の中どうなるかわからない。テレビ、日本のテレビ番組を取り上げて大変なことになる。 夜の NHK9 時のニュース9でビットコイン100万円再び突破、送り人送り人、そして渋谷新橋駅前で、ビットコイン持ってますかと、あ、持ってないと売っちゃったと、ポンコツになったから売っちゃったと。いや、え、ビットコイン、あ、そういえばなんか何年か前になんか安い時に買ってそのまま持ってたなと、あれどうなったかなと、じゃあ今ログインしてくださいってスマホでね、ログインしてみたら、なんとビットフライヤー、ビットフライヤーね、クズの時に買ったビットコインが爆上げしてて、な、え、俺5億持ってる、会社辞めよう。そんなサラリーマンが、そんなサラリーマンが道行く中でいっぱい出てくる、いっぱい出てくる。どうする、これはどうする。はい、ということでですね、はい、その他ちょっと見てみましょう。リップルでしょ、モナちゃん、モナちゃんもいい感じ、モナちゃんもいい感じ、また来てる。モナコインも今安すぎる。そしてビットコインキャッシュはもう高すぎる。4万4000円、どこまで行くの、やめてくれ、やめてくれ、どこまで行くの、やめてくれ。そんなに、私は昨日実は銀行行って、はい、お金をつぎ込んでまたビットコインの買い増しをしました。ビットコインの買い増しをしました。ただしリップルも捨てがたい、リップルも捨てがたい。そしてネムはもっと捨てがたい。サリアムは持っている、たくさん持っている。ライトコインもたくさん持っている。そしてカルダネーダー、そして例のノアコイン、どうなったんだノアコイン。ノアコインは自分で調べてくれ、自分で調べてくれ。ノアコインいくらになってんだ、自分で調べてくれ。はい、そしてあとはあれだね、XM のドル円ですね。最近ドル円どうなったのと、ドル円どうなったのと、ドル円やってないじゃないか何にもと。はい、ドル円興味なくなりましたっていうのは嘘です。やってますよ、毎晩やってます。ドル円は、中野研究会に毎晩やってますから、もう疲れたって。はい、進行なしですね。1万円が1万2800円になって 28% 資産がアップしました。はい、減ってないです全然。はい、私は、はい、私は負けないから、はい、私負けないからね、なんて嘘嘘。はい、期待値計算で投資をしてますので、負けても期待値は稼いでます。負けても期待値はその日は稼いでます。勝っても現金は増えるけど、期待値は負けた人と同じです。だから勝っても負けても関係ない。勝っても負けてもサラリーマンと一緒の給料しかもらってない。サラリーマンは、成果出しても、例えば営業マンだったら、売ってきた日も売ってこない日もサラリーマンは同じ給料をもらえるとね、日当もらえると、それと一緒です。自分で期待値計算をして、そして期待値を稼ぐと。そうするとね、負けても稼いでんです、期待値を。で、勝ってもそんなに期待値は稼いでないんです。わかります、この答え。わかりますね、100円玉を空中に振って投げてコイントスして、パッて手の中に入れて、手を開いてですね、手のひらを開いて、表面が上になってる確率、それは約 50%、 約じゃなくて、確率統計で 50%。 じゃあそのね、100円玉を5回上に出すにはどうしたらいいのか。5回出すには10回振ればいい、10回振ればいい。ってことはどういうことか、5回勝つには5回負けないといけないってことですよ。あなた、人生はそういうふうにできてます。この世の現象はね、勝利と敗北、そして陰と陽ね、昼と夜、男と女、すべて、悪と天使、そして善良な YouTuber と、まあ、アンチとは言わないけれども、まあ、そういうことでございましてですね、陰と陽でできてるんですよ。だからわかる？ FX も勝ちと負け、
負けがあるから勝ちがある、勝ちがあるから負けがある。あなたが勝ちたいなら負けないといけないんです。負けるから勝つんです。負けるから勝つ。じゃあそれで資金を、利得を積み上げていく、利得を伸ばすにはどうしたらいいのか。それは奥行きを考えるんです。奥行きを考えるんです。勝率かける、勝率かけるリスクリワードを考えるんです。そうすると立体感が出てくるんですよ。はい、期待値に立体感が出るんですね。で、人間はそこら辺の動物とは違うね、平面的な、勝ち負けだけで判断してるわけじゃない。一日の、いくらを稼いだ、お、今日10万稼いだ、飲みに行こうか、あ、今日負けちゃった、残念、しょぼん。違います。勝っても負けても人間は立体を考えることができる。平面じゃなくても、そこら辺の犬や猫は平面的なことしか考えられないが、人間は立体的に考えることができる。だからそこに利得の幅、いわゆるリスクリワードの立体をかけてですね、バルサロの破産確率表の通り、期待値を積み重ねれば、誰でも簡単に FX は億万長者になれる。うん、それはもう立証済みだし、誰でも経験済み。誰でもっていうか、頭のいい人だけね、本当にその確率統計学を理解できた人だけが、負けた日も何とも思わないと。やった、勝ったと。今日も仕事したと。だから勝てるんです。動揺すると、一回一回のトレードを独立事象として考えられない。はい、メンタルが次のメンタルがですね、弱ってですね、次のポジションに影響を与えるんですね。そうすると不確定性原理が働いてですね、独立事象にならないので、期待値の積み重ねができなくなるんですよ。わかります？だからメンタルを独立事象にしなければいけないんですよ。そこが中野研究会の奥義中の奥義でございます。ですから、FX なんて簡単なんで、今更興味がないっていうか、淡々とやって、資産を積み重ねて、皆さんね、中野研究会は今年4月1日から始まってます。まだか、今から始めて間に合いますから、皆さん中野研究会入ってください。そして来年の年末には2億円を皆さん一人一人が貯めるという計算になってます。楽しみですね。はい、ということで今日はですね、ここに書いたお題、ビットコイン90万先行きましたね。皆さんが目撃者です。サリアム E 2万7千円、プルリ50円、エーダカルダノ10円、そしてノアコイン。ノアコインはとんでもない金額になってる。皆さん自分でお調べください。それでは最後にもう一度国家斉唱してお別れすることにしましょう。国家斉唱してお別れすることにしましょう。君が世はということでございます。はい、それ楽しみですね、やっぱりね。あとですね、調子ぶっこいてすいませんでした。はい、あとはですね、仮想通貨ニュースを少し見たんですが、まあ、特にないんですが、ニュージーランドのですね、あ、ちょっと待ってください。ニュージーランドのニュージーランドのクリプトピアがですね、正式に破綻手続きに入ったと、いう情報が入ってきました。クリプトピアがですね、ニュージーランドの仮想通貨取引所、クサコイン仮想通貨取引所クリプトピアが、正式にですね、正式に、破綻しましたと、ごめんなさいという情報が入ってきました。これはね、もう本当に一つのね、金融リスクとして捉えないといけないですね。その代わりビットコインの爆上げ、リップルの爆上げがあるんだとね。負けがあるから勝ちがある、負けがあるから勝ちがある。陰と陽、昼と夜、男と女、すべては陰があるから陽がある、陽があるから陰がある、負けがあるから勝ちがあるんです。わかります？はい、ということで今日はこの辺にしておきましょう。そしてバイナンスは完全にですね、バイナンスは完全にですね、復帰して今日から、営業開始だと、いうことですね。バイナンス良かったですね。早いですね、復帰が早いですね。
はい、あ、これですね。速報、17億円流出した仮想通貨取引所クリプトピア、正式に破産を申請しました。非常に残念なお話ですが、元気を出してね、私たちも、頑張ってですね、行きましょう。それでは、千葉県松戸市より、トム・クルーズがお伝えいたしました。Here we go!